はい、沼田です。いや、今日はね、負けるべくして負けたかな。チャンスは作ったけど、互いに決めれないシーンはありましたけど、終始相手がボール時間持つ時間が長かったですし、そういうところを見ても総合的に、湘南が勝つべくして勝ったかなっていうような試合でしたかね。相手は振り返りですけども、フォーメーションスタメンはこんな形で、倉田が左サイドと、先発で使われてましたけど、試合前はね、濁してましたけど、結局最後までどういう意図があったのか、ちょっと最後までわからなかったっていう、ちょっとそこが心残りかなっていう感じでしたけど、前線からね、プレスには行って、ドリブルでキープしながらっていうシーンは作ってたんですけど、その他はなんかこう、うまく噛み合ってないところが多くあったかなっていう感じですね。で、ファン・アラーノのこの位置ですけど、ボール持ちながら、ウェルトンのね、この突破から最後、ファン・アラーノっていうシーンもありましたけど、そこも決めてほしかったなっていうところではありますし、で、F ・マリ戦でね、この位置からこう巻いて、打つようなシーンもありましたけど、シュート、後半だけでね、割と打ってましたけど、前半の戦い方は非常にもったいないですし、できれば前半のうち給水タイムのところからもうどんどん変えて修正してほしかったなっていう印象はありますね。どうしても後半、0-0でしのいだっていうのは良かったですけど、後半ガンバのペースになるかなと思いきや、やっぱり、数多く攻められてたので、その攻め手の数で負けたかなっていうような、ルキアンのシュートを止めた一森はすごいですけど、決定的なシーンはね、相手の方が多く作ってたかなと思いますので、よく1失点で済んだなっていうような感じではありますけど、互いにね、チャンス作って、ダワンのヘディングも良かったですけどね、やっぱり後半勝負になってしまったので、ここ最近は前半から先制点取れてる試合が続いてた中で、ちょっともったいない試合内容だったかなっていう感じですね。やっぱりガンバ先制取らないと、後半、巻き返すっていう言い方は合ってるかわからないですけど、そこから点取るっていう、点は取れてたんですけど、今日に至っては、ちょっと、なかなか噛み合わない時間帯が多かったですし、セカンドボールをなかなか拾えてなかったんですよね。で、鈴木徳馬も、今日はほとんど、走ってはいましたけど、相手の田中の方が走ってましたし、なかなかセカンドボールを取るシーンも少なかったかなっていう感じですね。で、やっぱりウェルトンは規格外と。ただ1対1弱いんでね、突破するシーン、突破まではいいんですけどね、突破してその後ですよね、右側に2人いたので、右にちょっと流すだけでね、シュートシーン作れたかなっていう感じはしましたけど、自信がありますからね、それなりのフィジカルがありますので、やっぱりそういうところを、ちょっとね、うまく噛み合わなかった、ちょっとむずがゆい試合になりましたね。今回で言えば、しっかりとブロックできてた、最終的にはね、ゴール割らせなかったっていうシーンが多くありましたし、ちょっとミスっていうのところもありましたけど、黒川のね、ちょっとミスもありましたし、攻め手としては、いいんですけど、もうちょっと前半から仕掛けてもよかったかなっていうような感じですね。宇佐美もほとんど守備でしたし、なかなかボールを持って前に運ぶっていうシーンがなかなかできてなかったので、後半こそはね、ちょっと、宇佐美のいい
まあ、動き方もありましたけど、まあ、ちょっとね、宇佐美がボール失うこの橋のねエリアから、なのでそこから失うシーン久しぶりに見たんでね、やっぱり湘南の守備とプレスの速さとでルキアンの守備、そのあたりもかなり相手の方が上回ってたかなっていうような印象ですね。後半交代で入った選手は非常に動き良かったですし、まあ、坂本は出てから、まあ、ジェバリが出てからっていうのは非常に、いい動きワクワクしましたし、なので、まあ、坂本もうちょっと早く出しても良かったかなっていうのと、で、まあ、山下のスピードもちょっとなかなか生かしきれなかったですし、まあ、この辺りがまあ坂本を先発でも良かったかなっていう印象はありますけどね。ジェバリも非常にねボールキープもうまかったしシュートまで行くし失わないしっていうのでジェバリいいですよね。やっぱりこう乗ってる選手がねもうちょっと時間通常時間上げても良かったかなっていう感じはしますけど、やっぱりその辺のねこう交代カードの切り方っていうのもちょっと今回はうまくはまってなかったかなっていう印象ですね。あとはネタラビどこ行ったっていう感じでしたけど、ちょっとその辺は心配ですけど、まあ宗教的なところでねあのお休みっていうんならまあいいんですけど、やっぱりこの時期はねあの急にベンチ外になるとそわそわするんでね、なのでそこがちょっと心配なのと、あとは鈴木武蔵おめでとうというところですね。はい、では順位表でございます。町田が負けましたので、順位変わらずと点差も変わらずというところで、まあ、よくね F マリが頑張ってくれたので、まあ、その勢いに乗ってねガンバが詰めたかったんですけど、まあ、ちょっとそれはかなわずということで鹿島が勝って、まあ、勝ち点は並んでますけどガンバは2位と、で神戸は、名古屋に3対3ということで、まあ、引き分けで、まあ、セレッソも負けてでエフトも鹿島に負けてるの で、まあ、福岡も負けたということでねヴェルディがちょっと上がってきてますね。そして浦和が負けましたので、まあ、札幌がよく勝ったなっていう、まあ、4-0 からねよく3点取ったなっていう感じではあるんですけど、まあ、鈴木武蔵の2ゴールということでね、やっぱりこうガンバがレンタルで出した選手がしっかり活躍してくれないとね、なんかちょっと、ガンバ側としてはね活躍してもう一回ガンバで活躍してくれっていうね期待があるので、まあ、今回の鈴木武蔵の初ゴールと2ゴール目、いいですね。どんどんここから札幌の、まあ、復活の立役者になってもらえたらなと思います。で、まあ、名古屋はそのまま12位交代で、まあ、川崎が勝って湘南勝って京都勝ってっていう並びなのでそうなってくると、まあ、ちょっとね残留争いますます分からなくなってきますよね。次節は8月7日水曜日ということで、まあ、中断期間があるんですがプレシーズンマッチレアルソシエダということでね、まあ、そこはまあ気にせずに、まあ、デフト戦は宇佐美が出れないですけど、まあ、しっかりとね、まあ、ここに準備して、練習試合レアルソシエダとやって迎えてもらえたらいいかなと思います。まあ今回は厳しい結果になりましたけど、まあ町田もね負けたので、まあ、差が広がらなかったっていう見方と詰められなかったっていうね見方とありますけども、まあまだね後半戦続きますのでしっかり次勝てるようにしっかり応援していきたいと思います。こんな感じで適当なこと言ってますけど、もし何かありましたらコメントに残してもらえたらなと思います。一緒にガンバ大阪応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。